ご登壇いただきますのは高杉真宙さん、安田誠也さん、そして佐藤愛子さんです。どうぞ大きな拍手でお迎えください。まずはですね、本作歯科医療をテーマとした映画となっております。一番印象に残っている歯医者さんでのエピソード。僕ちっちゃい頃から歯医者に通っていて、口の麻酔がすごく好きだったんですよ。意外ですね。なんか、麻酔が終わった後のあの口のなんていうんですか、何の感覚もない、ヨヨヨンとした感じが、はい、ずっと触ってて、でうがいがすごく好きで、うがいをしてもダーって垂れるのがなんか確かにそうですね。それ楽しくて、その楽しい記憶がすごく覚えてます僕は。あの高杉さんと安田さん、高校の同級生ということで、はいはい、共演は初めてなんですか。一応ちらっと、うん、あのご一緒させていただいたことはありますね。あ、そうなんですね。じゃあここまでしっかりとお芝居をするのは。そうですね、がっつり、こんなにがっつりは初めてですね。あ、そうですか。同級生との共演ってどんな感じなんでしょう。何とも言えない気まずさっていうのがありますね。気まずいんですか。まあお互いなんとなく知ってはいる、学校の生活を知ってはいるっていう、その状況でなんか仕事モードの自分に合うっていうのはやっぱりちょっと恥ずかしいですね。なんかあの人仕事してると思うんですよ。安田さんは高杉さん、はい、そして佐藤さんとご一緒してみていかがでした。うーん、高杉さんはですね、私あんまり恥ずかしいっていうのはなくって、ただすごいやりづらさはあ、やっぱりあったんですか。ありました、ね、それもそれで微妙ですよね。まあ微妙って何、まあ、でもまあ同じ職業なので、そこのその恥ずかしさみたいなのは私は捨て去りました。おお、はい、素晴らしい。で本作映画のタイトルが笑顔の向こうにとなっていますが、皆さんにとって笑顔になれることといえばどんなことがあるか、ぜひ教えてください。僕は欲しい漫画が見つかった時ですね。5軒ぐらい本屋さん回ったんですよ、1日で。で本当にその関数だけ見つかんないんですよ。次の関数はあるのに全部で、やっと見つかった時のあのこれで読めるみたいな、その自分のテンションの抑えられない本屋さんのウキウキっていうのが今ちょっと忘れられなくて、それが最近一番笑顔になった瞬間だったんですよ。珍しく僕 SNS でそれ言おうかと思ったぐらい、ちょっとワクワクが止まらなかったんですよ。それを今日言えてよかったです。